台風10号が接近中、28日頃関東から四国に上陸の可能性があり、日本縦断も懸念。避難経路や側溝の清掃などの対策を早急に。また台風接近前からも大雨に注意。海上では高波の恐れがあり、海水浴は避けること。沿岸部では高波や高潮に備えて、海岸に近づかない、高潮との重なりに注意、早めに避難することが重要。自民党の石破茂氏は9月の総裁選へ出馬を表明予定。世論調査では上位だが、党内での支持は芳しくない。党内では党を批判しているからと不人気とされ、国会議員からも嫌なやつだとの声が上がる。台風10号が強い勢力に発達し、北上、来週西日本から東日本に接近する恐れ。現在は小笠原近海にあり、北へ毎時 25km で進行中。27日に一時非常に強い勢力に発達し、28日頃紀伊半島沖へ接近。一部進路が不確定で、西日本から東日本の広い範囲に接近する可能性あり。